何度も使えるフリーザーバッグに、カラフルなプラスチック食器、食洗機も使えます。スウェーデン生まれの生活雑貨を揃えるイケアが、明日から期間限定でアムプラザ長崎本館にオープンします。長崎のイケアファンを増やそうと、ショップにはリピーターが多い低価格の商品をメインにおよそ200点が集められました。イケアのぬいぐるみの中で一番人気はサメ。柔らかくて気持ちがいいです。目は刺繍でできています。ボタンやプラスチックが使われていないので洗濯機でも洗えます。マグネット式の鍋敷きは機能性抜群です。ワクワクというか、幅広く揃えているので、たくさんの商品を見て手に取っていただいて、何度でもポップアップストアの方に遊びに来ていただければなと思っています。県内初出店となる期間限定のイケアは、明日から2ヶ月間アムプラザ長崎本館にオープンします。